どうもこんにちは、ゆきじかです。今日も映画内やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ものの見事に音声が取れておりませんでした。いやー悲しいですね。もうものの見事に取れてなさすぎて悲しいでございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、別撮りのゆきじかでございます。もともとですね、今日先ほど動画撮ったんですよ。マイクが抜けてることに気づかなくてですね、もう本当にやられましたね。悲しいです。私はなんで私はこんな悲しいことをしてるんだと重々承知しておりますが、よろしくお願いします。やっていきましょう。マジね、花粉症がひどいのよ。花粉症がひどいせいかわかんないんだけどさ、なんか腹が痛いのよね。ぐる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 ってずっと出てさ、お前は猫かって、猫の喉か、猫の喉かってぐらい、あ、なんかぐらいさ、なんかでさ、マジでなんかお腹が怖い。なんかあるじゃん、今さ、例えばこれから仕事行きますって時準備とかするじゃないですか。お腹が痛いとさ、たまっちゃわない？もうお腹の痛さマジ半端ねえからね。お腹だけで生きてけるわくらい本当に半端ねえ。今日はもう後付けの行き違いでございますので、たらたら後ろで喋り続けたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。たまーにやりますよね、こういうポカね。皆さん、マイクの抜き、マイク入ってるかどうか、必ずチェックしてくださいね。私、ちなみに、あと10分とかありますので、10分配信、喋り続けます。いや、よろしくお願いします。今日、ちなみに、下北の私、この後ライブでございまして、3月の2日ですね、今日。下北さんは、ろくでもない夜ということで、ライブやりますので、よかったら皆様、まだ間に合います。9時からです。遊びに来てください。お願いします。はい、なんだっけ、何話そうと思ったんだっけ。もう一応寝起きなんだよね。寝起きだと。鼻水が止まらないだけで寝起きなの。で、このね、レコーディング中の弱点はね、ほぼ一発撮りでやってるからさ、いやー、止められない、鼻がね、本当にね、吹いてるね、本当に。なんなんだろうね、この花粉症って。冬来るじゃん。冬来るじゃん。冬来たらその次も夏でいいもんね。で、まあ、梅雨でいいや。もう花粉症きついからやったら梅雨でいい。お願いだから、もう秒で次になってほしいね。で、番長さんがね、ちょっと知ってすぎなんだよね。はい。で、そう、マジで梅雨になってもいい。お願いだから、もう、マジでしんどい。鼻もしんどけりゃ、ねえ、ダメよ。はい、ちょっと頑張って。ちょっと、今回ね、ルーキーズっていう風に言ってたんですよ。一年人が鬼打ってるのよ。今取った3点もさ、含まれてたけどさ、鬼打ってない？一年人。なかなかにね、よかったよ、ルーキーズ。ナイスルーキーズ。ひゃー、ひひー、ひひー。ひゃー、ひひー、ふふー、へへー、ほほー。はぁ、ひひ、ふふ、へへ、ほほなんか、花粉症にいい薬とかめんな、知らん？俺、アレグラしか飲まないんだよね。マジアレグラマン。うまい、むずだ。そう、アレグラは基本飲んでる。レイオビンだ。アレグラ飲んでんのよ。アレグラは飲んでるんだけどさ、アレグラ以外、私飲まないからさ、なんかもう、みんないい薬あったら教えて。もう、金も、いや、金も出すから、なんでもいいから、みたいな。注射とかいいって言うよね、花粉症の。花粉症の注射とかするとマジいいみたいな話はよく聞くね。肌がブズブズが止まらなくなるじゃないけどさ、このブズブズが少し収まるでしょ。なんかワンシーズン持つらしいよ、花粉症の注射打つと。痛いよね。なんか話聞くとさ、花粉症の注射ってステロイド注射なの？なんか、ステロイドって聞くと、あ、メジャーみたいになるけどさ。なんか、ね、ステロイド注射とかだったらさ、男しか打てないじゃん。女性の場合どうすんだろうねって思って。なんか、前、お医者さん、なんかのお医者さん、知り合い、いつも帰ってるお医者さんのところに聞いたときに、なんかステロイド注射みたいな話を聞いた気がする。はい、須藤、打ってみようぜ。まあ、結果知るんだけどね。須藤、はい、打ちました。はい、打ちました。オッケー、そう、打ったのよ。須藤、いいよね。ラインドライブの、大豆とかなかなかいいと思うよ。そう、話を飲んでたんだ。2006年のさ、WBC と2009年の WBC プロスペル実装されるらしいよ。いいね。びっくりしちゃったよ。WBC ガチャマジで回すよね。
今見てるんですよ。今ノリ見ちゃおうかな。でも開けねえか、プロスピ。プロスピ開けねえか。待って、ちょっと開いてみるわ。今ね、プロスピ開いてきた。最近私ね、ソニーのリンクパッツっていうイヤホン買ったのよ。リンクパッツマジお酒だからみんな一回使ってみてほしいんだよね。お願い、一回使ってみて。今度打たなきゃ悲しいよ。オッケー、うまい。中断データあります？俺、プロスピリアタイ普通に消したよね。消したと思うんだよね。で、スカウト見ていきましょう。何もせずに画面も出さずにスカウトの紹介だけしていくっていうね、ただのキックでございますか。松中さん、なんでパワー比なんだろうね。ミート81、パワー84、総力53、ファースト C、あ、ファースト D、プルヒだしね。なんでなん。いや、もうそろそろアーティストでいいやん。すごくもうアーティストでいいやん。次、和田さん。ミート82、パワー79、総力60。まあ、パワー A はいけ、見栄えいける、パワー比、広角粘り一番。広角持ちだからそこそこか。はい、清水さん、ロッテ4200。ストレート、高速ライダーシュート、カーブ、スプリット、チェンジアップ。まあ、リアタイ的には違うね。ただ、あ、いや、タイピン丸か。タイピン丸持ってたらそこそこか。はい、ロッテファン良さそうだね。小林、ストレート、縦スラ、サークルチェンジ、あ、小林さんね、ごめんなさい。ツーシーム、フォーク。あ、強い。球種強い。球種なかなかいいね。あ、三振切れ丸だ、玉持ち。あー、いいね。はい、藤田さん、ごめんなさい。ちょっと知らないんだよね。スライダーとシュートが、まあ、折り曲がります。左キラーみたいな感じか。45試合に登板してるんだって、藤田さん。大会通算成績、防御率 9.0。打たれちゃってんだ。はい、西岡さん自走じゃん。いいね。あ、セカンドとショートで、そういうことね。はい。3割5厘打ってる。すご。2番2塁。で、ガッツさん。アーティスト効果いねえのか。まあ、ガッツさん、超広角、チャンス、パワー比。2割3分1厘。なんか生き返れもう福留のイメージが強すぎて。石井さん、はい、これはストレート、スライダー、カーブ、フォーク、タイピン丸、うん、はい、ごめんなさい、ちょっと私知らない。相川さん、ああ相川さんいいね。ヤクルトじゃない相川さんだよね。多分星丸持ってます。長地打ち持ってます。浜の市はこれ横浜時代だわ。はい、大体で1安打のみ打ちました。金城さんって2006年選ばれてたんだ。へえ、阿部日持ってます。2割スイッチヒッターだったんだ、金城さんって。俺全然知らねえな。久保田さん、このシーズン90試合投げたやつ？あ、この、え、しかも投げてないんだ、大会で。へぇ、辞退とかしてんのかな。新井さん欲しい。新井さん欲しい、これ。スローイングリージョンなんだけど。超広角、ライトライブ、ダイナマル。へぇ、いいなぁ。欲しいなぁ、俺も。大塚さんメジャーだよね。そう、縦すら鬼曲がるやん。スライダー、なんかスプリットとのコンビネーションが強すぎそう。はい、福留さんね。福留さんは強いよ。そりゃ強い。センター適材なんだ。へぇ、センターなんだ。超広角、阿部ひかためいち。これは強いよ。生き返れ、福留。その後に当てられたガッツさんまでね、なかなかいいよ。ああ、小林が今、ちょうど褒めようってんじゃん。いいね。よし。一瞬、解説終わりました。引かないかな、今回は。松中さんだけ欲しい。累計だけ回収しようかな。累計だけ回収して、逃げます。いや、欲しいけど、なんか、ロッテファンならいいんじゃないのかなっていう、純正も目線だったらすごくありなんじゃないのかなってガチャだなと思う。俺だって、純正だけで見たら松中さん欲しいもんね。松中さん欲しいな。本当に松中さんがなぜアーティストにならないか、リストあるよね。なんでアーティストにならないんだと思う、みんな。俺、本当に知りたい。松中さんがなぜならないんですか。松中さんこそアーティストできるよねと。なんでだろうね。なんでしかもプルヒならも納得いかないんで、せめて広角つけてほしいよね。まあ確かに、当たり的には、まああんまり広角に運んでるイメージはない。松中さんはね、確かに。確かにね、言われてみればね。でも、だったらアーティストでいいじゃんと思うんだよね。もう、ホームスファンからしたら、本当にそこアーティストにしてくれるだけで、マジかなり変わるからね。お願いします、好みさん。ちょっと次回以降、松中さんのアーティストを検討してください。でも今回アーティスト0人で、アーティストにしてないからも、一生アーティストになんないんだろうね。なんで三冠王みんなアーティストだよ。三冠王で唯一アーティストになってないからね。
松中さんの打球パーフェクトじゃないと思うんだよね。すっごい綺麗なホームラン打つじゃん。まあ小久保さんが一番俺ホームラン的には綺麗だなと思うんだけど、松中さんのホームランってすっごい綺麗じゃん。確かにね、あ、なんかパワーヒッターって言われればパワーヒッターの感じもするけどさ、あの打球見せられて松中さんのパワーヒルスって言われてもあんまり納得いかないよね。はい、そんな感じでございました。また皆様次回の動画でお会いしましょう。残りの画面は早送りにいたします。その寝だけでございます。ちょっとお風呂入ってきます。またね、バイバイ。